めっちゃいる、めっちゃ怖いね。よし来た。待って、ドッパーさんがいい。ドッパーさんでくるくるしたい。よし。そしてめっちゃ速い。なんかドガースのあれが大量発生がありそうな感じがしてるんですけど、大量発生中のドガースを発見。ドガース。ちょっとドガースある程度やってもピカチュウ一回行きたいな。ピカチュウ行くか、先に。ミドカラスやっぱ出てこないのかな。ちょっとピカチュウ行こう。待って、方向ちゃんと見とこう。とりあえずここ渡れば良さそう。ぴょーん。なになに？あ、D さんの声だ。今の。ぴょーんして、そのまま降りますか。ぴょーん。怖すぎるね、これ。ジャンプするの。いや、マジでちょっとほんと本編進めないとな。ミライドン強化して、パワーアップさせて。ジムバッジも手に入れないとちょっとゲットがね、大変すぎるし。ここら辺みんな遊んでたのかな。お、これザルそば捕まえてないんだ。これザル捕まえ、待って怖い、めっちゃ怖い。今じゃ。よし。めっちゃ血管浮き出てる。スパーク。にゃー。え、なんかダメージ受けてなかった？冬つけたダメージ受けるんだっけ？モンスターボーイル。オッケー。いいね。スコピラのレベルが上がっていく。ブタザルポケモン。ある研究者の学説では、モンスターボールの中でも怒りザルは怒っているらしい。ナンバー100じゃん。めっちゃ鼻揺れてる。名前つけますか。おこ怒る。え、めっちゃなんか殴りかかりそうな写真。イエッソン捕まえてんだ。捕まえたんだ。怖すぎる、ここら辺のこの、降りる感じ。あ、待って、刺しかます。え、バチパチさんかわいい。エソハチの涙。なんかあの、ハライチさんの漫才で出てきそうな語呂。よし。ふぅ、どうすまんな。やばい、やっぱ引かれる。あ、綺麗。待って、アメモス捕まえてなくない？あ、だよね。初めて見たもんね、アメモス多分。あ、そうだ、アメモス味覚なんだよな。やっちゃうかな。やっちゃうかもな。いや、いいね、超いい。威嚇のおかげかも。エアスラッシュ。捕まえよう。いけるかな？いやー、やっぱ進化してるからかな。てかさ、もう1039レベルだからかな。やっぱきついのかな。ちょっとスーパーボール。まあ、ちょっと後編進めて、なんかレベルとかもろもろ。ポケモンゲットも厳しいし、ストーリー進めるのもちょっと厳しいってなったら、ちょっと本編進めるかな。一回。
目玉ポケモン。雨に濡れると特徴的な目玉模様の触覚が重くなり飛べない。あ、でも確かに雨ってあんまりさ得意じゃないよね、虫とかって。確か雨モース、雨やん。雨モース結構まつげがさ可愛いんだよな。ギャラドス怖いね、やっぱギャラドス迫力あるわ。なんじゃい、ミブリム。ミブリムは捕まえたね。ここら辺ちょっとやっぱレベル高い。てかそうだよね、トコシエの森さ行こうって思ったけど、今向かってるんだけどさ、トコシエの森あれだったよね、一回レベル高すぎてカビゴンとかが確か捕まえられなかったんだよな。まあ行ってみるか。ピカチュウゲット手中。ピカチュウどこじゃろ。ピカチュウ奥だね。脅しし、あーなんかパチパチさんめっちゃ持ってくるね、満タンの薬。ストッパーさん、トパさんレベル足りないからあれかな、あんまりレッツゴーしても厳しめかな。マロコン。うわ、でっかくない、範囲広くない、ブリモン怖いな。なんか結構図鑑説明みたいなの怖かったんだよな。オーラット、あ、ピカチュウいる。ピカチュウの大量発生を探してやってきました。通してください。ノズパスはここら辺かな、まだ奥、こっちか。ここら辺確かディッククラゲとかいなかった。通してください。大量発生中のピカチュウ、うわいるいるいる。ちょっとトッパーさんに頑張ってもらおうかな。え、めっちゃ2、3匹出したい。え、待って、なんかびっくりした、なんか光の反射で青く見えた今。全然赤だった。初代ネズミ対決、あ、いたいた、ドッグクラゲ、ドッグクラゲじゃない、リッククラゲ。いや、ドッパーさん結構早いからいいね、移動が。めっちゃいるな、ピカチュウ。めっちゃいる、めっちゃ可愛いね。でも、レベル高っ。やっぱレベル高いんだ、ここら辺。ほら。OK。ネズミ対決。ネズミポケモン対決。インファイトだってめっちゃ強くない？もうそろそろ進化かな？あ、来た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 。モーカザルの様子が、おわとっと来たよ。ゴーカザルイン。来たー。うわ、ゴーカザルすごいな。強そう。ちょっと出してみよう。おお、すごい強そう。あ、そっか、タイプ相性的にか。レベルね、分けてるし。ほら、ランテスいる。
ちょっと一回あれだな、朝を更新しよう。これって強さを見る、あ、これか。え、何、あ、え、こっちか。未だになれないな、この操作。ブレイククローいいな、結構好き。ザングースのイメージあるけど、転がる、ジャイロボールか。転がる、転がるありか。連続切り、転がる、連続切り連続、どうしよう、連続切り好きだけどな。転がるにしてみよう。怠けるとか覚えるんだ、へえ。あ、雷、放電。え、でも特攻下がる子だもんね、うちは。紙砕くか。と、攻撃だと過去両方高いんだったらありこ。紙砕くにしとく？どっちでもいいか。とりあえず、そのままでも別に。寿司切り。え、だって、あー、アークタイプ覚えてないんだね。電光石火、トリックフラワー、じゃりつく、ケタグリ。なるほどね。辻切り、覚えとこうかな。ケタグリ、電光石火。電光石火も好きだけど、一回いいかもね。冒険中は。ハイパーボイス。そうだな。冬打ちも強いけどね。あれ、お片付けってさ、覚えないの普通に。めっちゃ見てた。またなのかな？なんか卵技みたいな可能性もある？あ、なんか覚えたっぽい。強さを見る。え、何？種爆弾かな？種爆弾覚えとく一応。種マシンガンは一応置いといて。まあ、え、待って、なんか大量発生したポケモンたちはどこかへ飛び去っ、なんか去っていったって言ったんだけど、もう終わり、終わりかな。ピカチュウの大量発生、夜のづくいたの今。終わりっぽいね。そっか、なんか色違いとかも出ず終わってしまったか。え、ずっと気になってたんだよね、どこだ。あったあった、ここ光ってるやつ。サマヨール、あれ前回どうだったんだっけ、サマヨール戦ったんだっけ。ニャンニャンハンで行ってみよう。ほら、え、サマヨールってなんかもっとツルツルしてんのかと思ったけど、全身包帯みたいな感じなのかな。質感、氷ちょっとまずいじゃん。ってことは冷凍パンチ？普通に困る。レベル上がったからな、こっちも。交代だ。ピカチュウ修行でね、レベル上がったから。ちょっと待って、大丈夫かな？おー、オッケー。格闘入ってるから、問題なし。インファイト。ほら、硬いね、やっぱサマヨールって。まずい？オッケーオッケー、問題なし。スイング、火炎車。いや、かっこいい、その後ろ蹴りみたいな。
オッケー、捕まえられるかな。問題そこなんだよな。やっぱレベルが高いからね。待って、ダークボール投げるつもりだったんだけど。ちょっとまずくない？やっぱ目光ってんのかっこいいな。いけるかな？オッケーオッケー、いけるいける、全然いけるね。50レベル台だったらいけるかな。ダークボールの力ってなんとか。手招きポケモン、体の中で燃えている、燃えている真っ赤な一つ目がサマヨールの本体と言われるが誰も見ていない。ヨール好き。よし、ピカチュウ。うわー、カリキリさん、ピカチュウの大量発生も終わってしまったし、これは次の冒険旅立つ時は来たかな。トモッコちょっとね、まだ捕まえられそうにないし、捕まえるの難しそうだからね、レベル的にね。剣の前覚えるのか、いいな。よし、帰るか。帰ろう。ちょっとオーガっぽいに出てきてもらおう。ということで、ゼイユさんとバトルして、でまぁ、ちょっとね、最後に探索ちょっとして、一応まぁ、トモッコまだちょっと捕まえられてないんだけど、まぁ、多分ちょっとレベル的にね、本編進めてジムバッジを手に入れたりとかしないとちょっと厳しいかもなーっていう感じがあったので、トモッコたちは一旦置いといて、とりあえず緑の仮面、これで一応終わりなのかな？緑の仮面。一旦、まあ終わりましたって感じなんですけど、次、後編に、確か行けたはず、なんか連絡来てたもんね、一回。クラベル先生かなんか、誰かからか。次、後編ちょっと行ってみて、で、まあちょっと厳しいってなっ、まあポケモンゲットだったり、まあ普通に相手のレベルが高かったりとかで、ちょっと厳しいなってなったら、本編、一回本編戻ってまたちょっと進めて後編に行ったりとか、そんな感じかな、そんな感じで行こうかなという感じで、改めてね、緑の仮面ここに一旦完結。オーガポンありがとう、出会いに感謝。という感じで終わっていきたいと思います。それでは緑の仮面フォーエバー、また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。